あの2日とかもあったりクリスマスもあったりでなかなかねジブリパークまでの予定は立て,てれずそのまま遊びの予定がね長引いて長引いて長引いてで今日行けました <laughs> 本当はね今日温泉行く予定だったんですよ本当は今日温泉行こうって言って、ま、約束してたんですよでもなんかバスの予定 バスのなんか予約ができなくって混んでて結構やっぱりあの年末だからバスで帰る方多いのかそう交通のあれが取れなくてで映画になったんですけどだから今日行けなかった分の温泉も1月に行こうって約束しました <laughs> ね年末混むんかもしれん こんばんはありがとうハートたくさん今日はあずみん流行語大賞二千二十三パチパチ間違えたあれ間違えたあいいかなんか絵文字つけよう Okay. こんばんはそう次回のお楽しみってことにしますあの量一人食べたいやピザは二人で分けましたよそろはさんとえでもそんなみんなが想像想像してるよりも大きくないんですよ普通のピザ <laughs> 普通のピザなんですよ 普通のピザなんですけどね,ねすごい大きいってなってた言われみんな結構言ってたそう普通にでもソらハさんとうん食べれた,ふた2人であれとパスタとピザを化けっこしたんですよ2人でそう。 あずみん,ばんはアズミがちっちゃいからあずみんがちっちゃいからピザ大きく見えたのかな <laughs> でもね普通わ分かんないけどちょっと普通が分かんないけど私は普通ぐらいのサイズ感だと思って食べてたあのピザうん特別大きいでめっちゃ美味しかっためちゃめちゃ美味しかったですめちゃんこ美味しかったイタリアンこんばんは シェアしてはいということで2023年アズミン流行語大賞決めていきたいと思うんですけど今日ねあのね X で朝にあの流行語大賞開催するから皆さん「リップ待ってます」っていうねツイートをしたんですよポストか。ポストをしたんですけど何待ってよめっちゃね結構たくさんリップ送ってくださって。 7575 75リプありがとうございます。でさどんなのが集まったかなと思って <laughs> 見たらすごいですよもう圧倒的あのワードが圧倒的すぎてこれどうしようかなどうやって一番上から一番上から読んでいきますか 一回集計取る <laughs> なんかメモしながら読み上げようかでもやっぱ第1位と他にもなんかこのいろんな「なんとか賞」みたいな「頑張った賞」みたいななんかあの「面白かった賞」みたいなのも作ろうかなと思ってとりあえず対象をねまず決めたいので1回ポストで上がった「 名前をちょっと出していきますねまず一番上アザミン <laughs> アザミンですよアザミンの多さよねその次アザミン <laughs> アザミンを続きましてネッチョリネッチョリがまたランクランクインしました2023年ネッチョリそして

あ、わかんないわかんない確かにわかんないもあるねなんかすごいなもうここまでの時点で何かうまみんんわかないすごいあずみんとは一体どういう人なのかっていうのがなんか現れてるような気がしますけど <laughs> この4択がす一番に出てくるの面白い。 で、続きましておうまみんうまみん入りました2票目続きましてえー、プラッシャー <laughs> プラッシャー出たプラッシャープラッシャーはですねあのー、今年ツアーを回ったんですけどあの研究生の研究生でツアーを回ったんですけどツアーの千秋楽の 広広島島であの広島の昼公演だったかなペダルの前にねなんかこうここののツアーについてのことなんかこうお話ししたんですよちょっと結構熱いちょっと結構真面目な感じでここまでみんなで頑張ってきましたみたいなツアーは大変だったけどこのツアーをみんなで乗り越えましたみたいな感じのこと言う時にその。 たくさんのプレッシャーに負けずにみたいなことを言いたかったんですけどほんま大事なところでプレッシャーをプラッシャーって噛んでしまって <laughs> 千秋楽の昼公演でそうで自分もあ噛んだと思ったんですよプラッシャーって言っちゃったって思ったけどいや誰も気づいてないって思ってもうここでめっちゃすごいなんかち,ちょっとなんかもう最後の曲の前だったからちょっとこう。 しっかりした空気でもあったからここはもうそのまま押し通そうと思って誰も気づいてないって思いながらそのまま訂正せずにプラッシャーを勢いで押し通してそのままあそう話,した話を続けたんですよそうそしたらもう見事にみんなにバレてたっていう <laughs> プラッシャーって噛んだこと見事にみんなにバレててメイクさんにもバレてて袖に袖にいる控室にいるメイクさんにもバレてて。<laughs> そう、はけてきてそうそういじられました「プラッシャー」って言ってたじゃろあずミン <laughs> 私後ろ一番前でそれ一番前のセンターでそれ話してたんですよで後ろにみんながいてさっきちゃんとか2.5機、みんながいて,んみ,んがいてみんなも後ろからあずみんの話聞きながら「うん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 プラッシャーえ <laughs> っ?」てなったらしい「<laughs> プラッシャー」って聞こえた瞬間え プラッシャー間違えたけどなんかそのまま喋ってるなって思いながら聞いてたらしいです <laughs> っていう恥ずかしいプラッシャープラッシャー事件これもねアズミンの2023年語るにおいてはじゃああずみ的には恥ずかしいけどうんそうだよきちゃんも気づいてたって続きまして 入りますね続きましてアザミン <laughs> 待って続きましてちょっとこれはなんか異色の異色のワードがくるくるに向かって「今日はお風呂入らなきゃ」っていうパワーワード <laughs> これは流行語大賞なのかこの前のあれですよね あのクリスマス配信の時のやつね「お風呂入らなきゃ」って普通に言ったんですけどね「お風呂入らなきゃいけないからくるくるお風呂入らなきゃね」って言ったら「めっちゃ言い方がやだ」って言われました何ででしょうか <laughs> これはちょっとなんか異色な <laughs> 異色すぎる普通に言っただけ流行語じゃない <laughs> 流行してない続きまして今年はあざみんですねあざみン1票のちょっとまたこれも個人的なやつ個人的なやつが入ってきましたこれも書いとこうでもめっちゃこれ個人的だな 続きましてアザミンとウマみんアザミンとウマみんアザミンとウマみんアザミンウマみんいいねいい感じにリードしてます今アザミンとウマみん見てアザミンウマみんリード中続きましてあバース掛け風バース掛け風いいねバース掛け風 岡田でもこれねできたのは実際20202021年 ?2022 年か実際は2022年なんですよできたの入りたての時にできたのはできたんですけどでも今年のツアーでね使ったのでねバース掛布岡田は今年やっと使えたって感じでしたそうそうバース掛布岡田お 続きましてあざみんあざみん入るねあ番外ですかソラファーも <laughs> 懐かしいソラファーえ覚えてますかこれソラファーって分かりますか皆さんソラファー私がソラファーって言ったやつこれ分からないかな結構怖かもソラファー実はこのソラファーっていうのは あのね覚えてますかあのねチリパチリパにいつだったかな夏ぐらいにそらはさんと一緒にチリパに出,た出演したんですよあずみんそらはさんと一緒にチリパに出演してその時にあの自己紹介をさはじめにさチリパでさやるじゃん自己紹介やってあのいつもの公園でやってる自己紹介をねチリパのはじ初めってするんですけどちりめんパーティー。 であのソラハさんの「ドレミファーソラハー」っていうやつあれを私ずっと「ドレミドレミファーソラファー」だと思ってて <laughs>「ソラハー」じゃなくて「ソラファー」だと思ってたんですよずっと <laughs>。で、それで、ね、チリパーでそのさいつも公演の時はさみんなで言ってるから もうほんとソラファーだと思って叫んでたんですけどチリパは私だけが叫ぶのでそれで「ドレミファー?」って言ったソラハさんに対して「ソラファー!」って大きい声で言ったらめっちゃ突っ込まれるっていう <laughs> なんかどっか飛んでったって <laughs>「ソラファー! <laughs> ァー」って「ソラハだよ」ってそこであのそう突っ込まれて訂正されたっていう。 えソラファーだと思うね私もソラドレミファのファとソラハさんのハでファでかけてるんかと思ってソラファーだと思ってたんですよソラハですソラハさんのお名前そこはドレミファはドレミファだけどその後はソラハなんですよソラハさんドレミファソラハってそうっていうやつですね懐かしい <laughs> すごいこれいいねなんかあの 20 2023年のあれができるのいいね <laughs> 2023年よみ,がえよみがえれるのソラファーもありましたねそうあプラッシャー好きプラッシャー入った2票おアザミンアザミンまたまた入りましたおアザミンおここで立て続けにアザミン <お> <laughs> 次は続けましてあざみんの裏に隠れたあつみん確かにあつみんも今年よく入ったなあつみんあつみんも2023年からかなよく言い出したのあつみん1票あざみんリード中ですあつみん結構リードしてる。 今年はアザミンいやアザミン入りますね今年はアザミン続きましてやはりアザミンアザミンばっかだなやっぱアザミンの印象が強いなアザミンですねアザミンあここに来てここに来て新しいのがやっぱり俺たちの天使もありかなだって 俺たちの天使、確かに俺たちの天使もあのー、あれですね今年今年からというかもうリクアバなんですけどねアザミも天使も <laughs> リクアバリクアバすごい大きかった2023年リクエストアワーの MC が「俺たちの天使」 続きましてでねっちょり <laughs> 待ってねっちょり2票うでしょ今年もねっちょりねっちょり2票入りました続きましてうまみんうまみんもうまみんも着実に入ってるあざみん一択あざみんあざみん入りましたまたまたあやはりりりくあのあざとい選手権で一気に知名度アップしたからあざみんでアザミン入りました アザミンあ <laughs> めっちゃもう一個じゃ一個に絞れないぐらいいっぱい書いてくださってる人がいる「あざみんうまみんフェロミン」もう一度見たいのは「キルルルーあずみん天使あずみん天使前やりてきちゃったー」です <laughs> アザミンフフいっぱい入る。フフ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 フ すごい1年だなあずみんの2023年こうやって文字に起こしてみるとすごい1年まあ天使俺たちの天使に1票にしとこうかなあずみんあずみん天使はお俺たちの天使また入りました俺たちの天使入るねとあざみんまた入りましたおあざみん一択あざみん入りました今年はあざみんしか勝たんあざみん なでなでだってななででの方もいるよなでなで確かに何かあずみんのグッズをよくなでなでしてくれてる方々をよく見かけますね X とかでもあずみんグッズなでなでしてくれてる方よく見かけるあずみんの流行語大賞なのかはちょっと怪しいですけどまあなでなでももあれにしましょう今年 うまみんうまみんとあざみん入りましたうまみんあざみんこんばんは、ま、おはようあざみんかなあざみん入るねあ決まってしまっていると思うけど福ちゃんが副フ,フェス出演者リプで言ってくれたスーパー研修生にあスーパー研究生確かに嬉しかったあかりんさんがあのー、スーパー研究生って X でつぶやいてくださったんですよスーパー研究生スーパー研究生に1票おっあざみんあざみんノーメンマンダンスに1票入ったノーメンマンダンスは流行語大賞じゃないでしょあザみんのセクシーノーメンマンダンス <laughs> モダンスにまさかの1票おアあざみんあざみんまた1票あ二2例だって2例2.5期2.5期確かに今年は2例2例に1票

<laughs> って方もいますアザミンとプラッシャーあでもえー、でもそっかうまみん圧倒的アザミンでうまみんって方もアザミンやっぱアザミン多いね <laughs> アザミン候補はアザミンうまみんフェロミンプラッシャーいいと思うで <laughs> アザミン待ってよ待ってよアザミン うまみ、うんヘロミンプラッシャーいいともいいともはもうね <laughs> もう TSS のスタッフさんに <laughs> TSS のスタッフさんが悪いですからほんとにいいともはなんかあのー、あのね NWP の2023年 NWPNWP プロジェクトっていうね今活動してて昇格企画なんですけどあぜひ皆さんチャンネル登録もお願いしますまだされてない方はチャンネル登録 NWP プロジェクトっていう昇格企画をね今してます頑張ってるのでチャンネル登録お願いしますでその NWP プロジェクトの配信でその TSS のスタッフさんに なんかね TSS のスタッフさんが配信の時ってこうやってなんかこうボードみたいなのでなんか次次こんな感じで喋ってみたいな次ちょっとこれ質問してみてみたいなのをこうあのこうやってたまにこう定期的に出してくれるカンペみたいなのがあるんですよスタッフさんのカンペみたいなのが。でその放課後音楽祭で一緒にあの歌ったフォマーソンさんっていう方に「あの。 じゃあままた放送音楽祭で一緒に歌ってくれますかみたいな話をするときにあの「タモリさん風にお願いします」っていうめっちゃ謎なカンペが出て <laughs> は「はあ?」って「タモリさん風にお願いします」と思ってそうだから「そいいとのタモリさん風にお願いします」っていうめっちゃめちゃぶりなカンペ出てでそのホマンソンさんっていう大学生の方なんですけどに。 じゃあまた次も出演してくれるかなって頑張ってやったんですよでもちょっと世代間が違くって世代間って言って私も大学生なんですけど <laughs> いやもうあっちは世代間的にいい友の世代じゃなくってあのそういい友が分からなくって <laughs>「いい友って返せなくってあの すごい空気になるっていう <laughs>、そう本当にでいいすごい空気になってで結局あのいいと思うってあの返してくれ返してくださってその日は終わったんですけどそれから TSS さんが私のタモリさんのいいと思うに味を占めてしましまわれまして。 それその時はカンペででいいいともしてくださいださったんですよその次から台本に書いてあるんですよもう <laughs> 配信台本にもらった台本にも書いてあるんです <laughs> 岡田さんタモリさん風にお願いします <laughs> いやおかしいおかしい <laughs> おかしいおかしいって台本に書いてあるんですよもうそう期待されちゃったっていういいともいいとも事件です <laughs> アズずいのいいとも事件そう うん、メタバック知ってても行っていいか迷いそういやそうだよねそうなんですよいや絶対難しいしかもオンラインだったんですよホマーソンさんと一緒に対面してるわけじゃないから対面してたらさそのカンペもさ見,見えてるからさ見えてるし一緒に行いたらさ空気感でなんとなくこういいと思うとか言いやすいけど知ってても。 オンラインだったからより難しくって <laughs>。お互いに難しくって <laughs>。そうた。すごい難しかった <laughs>。いや、いじられる <laughs>。いや、いじりの1年でしたね。2023年。あずみんのいじられキャラ大開花した1年でした <laughs>。続きまして。 あ、プラッシャーに1票プラッシャー1票入りましたなんと言っても今年はあざみんだろうなあざみん自分的には新妻だけど特別賞でプラッシャーもプラッシャー新妻新妻はもう流行語大賞じゃない <laughs> ねえ新妻は流行語大賞じゃないです続きましておいっぱいあざみん みん俺たちお天使セクシーアズミンセクシーアズミンは大人アズミンかなネムミンネムミンねネムミンよく使ってたやばいやばいかがいっぱいになったネムミンネムミンあバースかけほうかだ 入つかきほうかだアデミンのアラームアデミンのアラームは流行語対象なのか確かにでも今年はお姉ちゃんと二人暮らしを始めた年だったので百四 <laughs> 十 148cm トイレのもなか 綺麗なものか部屋干し <laughs> 部屋干しあずっぺあずっぺってなんだっけ配信でなんか出たよねあずっぺって部屋干しはあれですね今年だけそのお姉ちゃんと二人暮らしを始めて から、あのおうちの洗濯物担当に任命されたわけではないけど今年はねせん毎日の洗濯物を干す係だったんですよ2人の中でお姉ちゃんと私の2人の中で洗濯物を干す係で毎日洗濯物干してたから。 なんかいろんなところで「最近の趣味は?」って聞かれたら「洗濯物」って返してた <laughs> 洗濯物洗濯物楽しい,い,いなって思ったんですよ今年今年に入って洗濯物毎日するようになって洗濯物あずみ好きかもと思っていろんなところで「最近の趣味は?」の返しが洗濯物でした今年は <laughs> っていう。 ちょこっと情報、アザミンちょこっと情報です。続きまして、アザミン、アザミン一票。お、アザミンいっぱい、アザミンいっぱいだ。アザミンラストもアザミンでした。アザミン大量、これが一応今日の X で募った感じの。 じゃーん。感じのあれですね。ちょっとこ回つ、ね。こんな感じです、すちょっと見えにくいかも。殴り書きしちゃった。一個ずつ。拡大してみていくか。まあ、でも、こんな感じですね。と、ここかな。これと、むむみ。で、ここ一票。やっぱ、これが、む、わかるかな、これ。 12待って何個 ?10203037! あざみん 37! あざみん37でねっちょりが3うまみんが 9? でわかんにゃいが1プラッシャーが6でここら辺が1でバースカキふが 2! 俺たちの天使が4フェロミンが3かなで大人アズミンが2ですねアザミンあだ名いやね <laughs> あだ名にしないでアズミンですアズミン私はアザミンじゃない圧倒的だねこう見てもアザミンがうんアざミン圧倒的じゃあコメント欄でも ショールームのコメント欄でもちょっと募ろうかなここまで出てなんか追加で「やっぱこの言葉あったわ」でもいいし「やっぱアザミンでもアザミンも入れとく アネ,ミン <laughs> アネミンは流行語大ゃないフェロミンえフェロミン多いねフェロミン好きですねフェロミンは何で誕生したんだっけなあこたつねこたつよう言ったなほんとにこたつ欲しいんよ私こたつも俺のあずみは去年かなえ 去年なき去年な気がする去年俺の味見あったよねだって流行語大賞した時去年あ,あったよね去年あった気がする流行語大賞に去年入ったよね去年入らんかったっけラ <laughs> ッシュ 確かにいやこれはもう自分の戒めとしてもうダッシュ,もうダ,ッシュダッシュネキダッシュネキダッシュネキこれはもうねいやよくないのでね2023年戒めてダッシュネキ2024年からはならないようにダッシュねダッシュの印象なくさなきゃ。 それはえねえ去年ねなんかねノミネートした気がする俺のあずみノミネート気がするこたつ LWP のこたつ持って帰らなかったよさすがにさすがに持って帰らなかったこんばんはぬか漬けぬか漬けあったねぬか漬けねぬか漬けも今年だね確かにぬか漬け 決済忘れって今年決済忘れ今年だえ今年だ決済忘れ決済忘れそうだ今年ですよ決済忘れ聞きたいですかアズミンの決済忘れ事件え去年か決済忘れ決済忘れえどうだっけな なんかジブリ私ねずっとね去年からずっとジブリパークに行きたいんですよジブリパークっていうジブリのパークなんですけど <laughs> ジブリが大好きででそのジブリパークに行きたくってでもジブリパークって3か月前ぐらい3か月前じゃないと予約が取れないんですよずっと去年ぐらいからでそれでやっと 3ヶ月前の予約が取れて2時間2時間じゃないわ2時から先着順開始で2時ぴったりにあの先着のホームページ入って1時間ぐらい待ってやっと取ったチケットで3ヶ月後のやっとチケットが取れてジブリパークのね「よし取れたチケットが!」って思ってたらその決済の期間が。 チケット取ってからほんと3日後ぐらい2日か3日ぐらいしかなかったんですよ決済終了せんといけん期間がそれに気づいてなくって1週間か1ヶ月かあると思ってて勝手にでチケット取ったけど頑張ってチケット取れたのに決済をするのを忘れてしまってチケットをせっかく頑張って取ったチケットをなくしてしてまったんですよ無駄にしてしまってあのチケットを取るのにかけた時間が。 チケットなくなっちゃったんですよっていう決済忘れが起きてそれからだからお話会の決済は皆さんこういうことが起きるので大事ですよっていうようになりました <laughs> 今年は私 <laughs> はずっと言ってるあずみも体験済みの決済忘れみんなもあずみみたいなことが起きないようにちなみに今回の再販は明日までです <laughs> 明日までなので皆さんは決済大事です 決済大事でですす忘れなくですそう実体験から日より響く、うん、私1月20日ラストの再販だったので本当に大事です説得力ある <laughs> 誰よりも説得力がある決済大事です明日までですよ2023年決済しっかりして年を越しましょうよろしくお願いしますありがとう。 滞在時間五分、滞在時間五分ってなんだっけ、滞在時間五分ってなんだっけ、滞在時間五分なんかあったね、滞在時間五分ってなんだっけ、なんかいろいろあるんだよな、二千二十三年めっちゃ濃かった、あ、くるくるだ、<laughs> それはくるくるが、そうくるくるがね。 この前泊まりに来たんですけどその泊まりに来る前に一回うち来てるんですよくるくるちょっと前ぐらいかなでなんかそのお仕事とお仕事の合間にくるくるが家に寄ったんですけどそうもうお仕事とお仕事の合間すぎてせっかくくるくる私の家来たのに滞在時間5分ぐらいでそうもう。 出てっ,たっていう五 <laughs> 5分ぐらいしか家いなかったせっかく来たのにおうちお,おいでーって言ったけど5分ぐらいで帰っていきましたしかもその次のお仕事の時間までギリギリで2人でめっちゃダッシュするっていうあずみんとったら絶対走るようになるわーって言われたあずみんとったら「そうこんばんは」 そそれれですね滞在時間5分それだ本当にねんかいろんないろんな事件が事件 <laughs> いろんな事件がありました今年もじゃあこっから決めていこうかなあずみんあずみん流行語大賞でもねもう圧倒的圧倒的にねこれはうん これでしょっていうのが、ちょっとあるから。よし。黒が。いや、どうしようかなー、吟味しよう。 アミンチョリ、うまみ、ブラッシャいやこれでいきます <laughs> もう今年はもうこれしかない結構去年は結構 なんか吟味した気がするねっちょりと何かと何かとねっちょりでめっちゃ迷ってで結局ねっちょりだった気がするな私はもうちょっと圧倒的すぎてね 流行ってことか。 出ない <laughs> 待って黒が出ない黒が出ないよ大事な時に <laughs> フリフリ。 この でないのよいしょちょっと緑で塗ろう。 できた。ち <laughs> ょっと消しまらないの。<laughs> 本当にやばい。<laughs> ごめんなさい、お待たせしました。それではアズミン流行語大賞2023年大賞は、<laughs> じゃん。もうアズミンに決定です。 これはもう文句なし圧倒的アザミン対象はアザミンですアザミンアザミンですねやっぱりなんかやっぱりあのリクエストアワードの MC のあざと女王選手あざと女王選手権っていうのであざといのしてからこうなんかアザミンあざといみたいなアザミン アザミンっていうあだ名とともにあのー、なんかこの「あざみん」がすごく広まったんですけどやっぱりねこのあざと城決定戦の影響でこの「あざみん」っていうのになってからその自分としてのキャラクターみたいなのもね結構2023年なんか確立されたというか。 こういいうといととかいじられまでそうですけど2023年はアザミンを筆頭になんかこうキャラがすごいキャラに個性がかかったような気がするので自分の中でやっぱりアザミンが今年はね印象深いかなと思いますアザミンでイェイスクショお願いします ポーズしとこ。 あざとスクショ長いいやもう尺長で尺長でいきます尺長アザミン尺長じゃあということで体操はアザミンに決定したんですけどこっからねちょっとアザミンだけじゃなくって他の 他のちょっと受賞、副賞みたいな感じで、頑張ったでしょうみたいな、そんな感じの、もうちょっとノミネート賞を作っていこうと思います。へえ、何がいいかなじゃあ、じゃあ分かったこっからは、私がなんとかでした賞っていうのを言うから、それに一番合うやつを、みんなが投票で決める。 形式にしようか特別賞みたいな感じで、うんじゃあ受賞はアサミンだけど、うんうんじゃあノに焼き付いて離れないでしょう <laughs>。 脳内に焼きついて離れないでしょうちょっと決めたいと思いますこれから脳内やっぱこの言葉脳内に焼きついて離れんよね結局っていう言葉を <laughs> 脳内に焼きついて離れないでしょう に焼き付いいて離れなでしおじゃあ何個かあれだそっかジャンルえ脳内に焼き付いて離れないでしょうおやっぱりうまみあの投票投票なのでえー、この中だとどれうまみ入るかな うまみ入るうまみん,まみんプラッシャーも入れようかな丸一うまみんああざと自己紹介ね確かにあざと自己紹介も入れようあざと自己紹介ちっけ俺,俺たちの天使のやつってことだよね 自己紹介「俺たちの天使」3番あつみん,あつみん4。 ブラ,ッシャーブラッシャーも入りそうだね。バースかけ風にしよっかバースかけ風も入れとこう。 よしあ全部に番号書いて確かに全部に番号書いたらいいのえ投票って何番までできるあ25ぐらいまでできるんだ確かにどっちがいいかな今ね一応5個,5個だけ出した5個の中から選ぶのとこれ全体から選ぶのどっちがいいですか 頭、脳内に焼き付いて離れないでしょうにノミネートされそうな5個を今選出しました <laughs> でいいか、全難しいなどっちがいいかな。 これですよ俺たちの天使は自己紹介まあ一旦ごたくにしようこの脳内焼きついてはごたくでいきますじゃーん脳内に焼きついて離れないでしょうの投票を開始しますじゃーん1がうまみん 2があざと自己紹介あのリクアマで披露した「俺たちの天使」のやつですで3があつみん4がブラッシャー5がバースク気風岡田一番あなたの頭に脳内に焼き付いて離れないのはどれですか <laughs> 脳内に焼き付いて離れないでしょう五択です1馬みん2あざと自己紹介「俺たちの天使」のやつで3あつみん 四プラッシャー5、バースかけふーおかだ <laughs> お、え、全然わかんない色がめっちゃバラバラじゃないどれが一番いいかわかんないけどへぇ、どれが多いかわかんあ、でもへわかんないな全然想像つかないオッケーですか じゃああと10秒で締め切ります。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。カン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 カーン。おお <laughs> 圧倒的に2が多い !35.5%。1も多いねでも。頑張って、うまみも頑張ってる。ということで、じゃあ皆さんの、申請なる投票の結果。 脳内に焼き付いて離れないでしょうはじゃあ全部書こう <laughs> あざと自己紹介あざと自己紹介文字に書き下ろしたらすごいことになりそう自己紹介ねえねえ俺たちのあねえねえ せーのって言ったら「ねえねえ俺たちの」っていってください。 これね、2回言わせるまでも <laughs> 2回言わせるところも大事なのでねってみんなが言う。 ました <laughs> じゃん <laughs> 脳内に焼き付いて離れないでしょうはあざと自己紹介じゃあ2023年ラストなので皆さんのために <laughs> 自称記念にもうちょっと特別に特別にやっちゃいますじゃあちょっと天使下ろしてくるね天使下ろしてい <laughs> きます あずみんが、せーのって言ったら、ねえねえ、俺たちの天使って大きな声で叫んでください。せーの。あれそんな声じゃ、あずみんのところまで全然届いてきてないよ。 ちゃんと腹から声出してるお家でもう一回ちゃんとお部屋の中で大きな声で叫んでね全部聞こえてるからねせーのキュルルルルー、うん、あずみん天使前よりできちゃったーえ <laughs> これがあざと例のあざとし事さん聞こえましたちゃんとみんなの声 <laughs> よかった今日お姉ちゃんいないんですよ私一人でやってるお家の中で <laughs> よかった今日お姉ちゃんいなくって今日お姉ちゃん友達と忘年会してていないのおうちに 伝統芸能、<laughs> 伝統芸能 <laughs>、そうです。これが、あの2023年、これはねリクエストアワー、あの2 0 0あの STU のリクエストアワー、五月ぐらいにや、六月かにやったリクエストアワーの MC であざと上決定戦っていう MC があって、それの自己紹介のあざとバージョンをしてくださいっていう台本に書いてあったんですよ。そうだからちょっと周りの先輩たちと一緒に出てたんですけど。 周りのの自己紹介の雰囲気が分からなくってもうここはガチガチにあざと自己紹介やろうと思ってめっちゃガチガチにこれをね作っていったんですでやったんですよトップバッターでじじ順番的に一番トップバッターでじゃああざ自己紹介お願いしますって言われた時にこれをねもうフルサイズでやったんですそしたらあまりにも長すぎて一人で尺を使いすぎてしまってしょ一発目の。 トッップバッターでスタッフさんからあの MC のベートーベンさんのイヤモニに「ちょ岡田さん尺使いすぎたので次の日等から割愛してください」っていう <laughs> イヤモニから指令が届いてしまってっていうあずみん尺使いすぎ問題っていうのがそうリクエストアワーで起こった <laughs> 伝説というのか事件というのか <laughs>。 着着使いこっからあの今回対象になったアザミンももんかこうついたし「この脳内に焼き付いて離れないでしょう」受賞のあざと自己紹介もこちらからやってまいりました <laughs> 面白かった伝説伝いや本当にもうまさいやあれねトップバッターなのもねあれだったよね多分ねいろんなことが すごい多分面白い方向に噛み合いすぎてて多分あれトップバッターだったからよ多分ね面白多分いい感じに面白くなった気もする <laughs> 尺尺使いすぎるのやばいしかもそれがスタッフさんからイヤモニで指令が入るの <laughs> ベートーベンさんに尺長い尺 買いすぎたのでちょっと伝説作ってしまいましたそこからアザミンとあザト自己紹介になで、すでもこれはちょっとレアレア自己紹介なのでそうこういう特別な時のみ天使が舞い降りてきます普通普段はアザミンですたまに天使が舞い降りてくるかもしれないので皆さん俺たちの天使って叫ぶ準備 2024年もしててください <laughs> <laughs> そうっていう普段はあずみんだからこんばんはえ、そうソラハさんのえそうなんですよねソラハさんもねそう フォ,フォローしてくださっててあとややしい <laughs> 本当にえノ NO」っていう感じ違ってた嘘でしょ合ってる合ってるえ違うこれ「NO」「NO」ってこれじゃないっけあ本当だあノ NO」これいらないんだ上にこれ間違えた「NO」って感じ間違えてた「NO」これいらないのかえ え、いらないっけ。あ、いらないわ。いらないわ <laughs>。いらなかった。え、よく気づいたね。間違えてました。うまかった上のぴょん。Oh, <no. S 1> じゃあ。あもう一個ぐらい作るか。 うん何章にしようかな次はうんじゃあラストラスト章ラスト章うんうん何がいいかな章の名前うーん うん何んのショーが名前がいいかちょっと変わったショーの名前にしたいな。 じゃ、わかった待って、ここまで対象と脳内に焼き付いたでしょうでしょう。対象と脳内に焼き付いたでしょうだからあ、漢字、漢字めっちゃ間違える じゃあこれで来年の来年のことも踏まえて2024年もにに使ってしししいでしょうにします今回2023年の中で大賞にも「脳内に焼き付いてほしいでしょう」にもノミネート、えー、受賞受賞されなかったものの中で2023年も良かったけど。 この言葉輝いたけどやっぱり2024年も引き続きこの言葉あずみに使ってほしいでしょうそして青わよくば2024年体操に輝いてほしいでしょうぐらいのものを決めちゃいましょう <laughs> 2024年もあずみに使ってほしいでしょうこれはどうしますかうーんいっぱい言葉系だよね。 言葉系をとりあえずノミネート作品にしましょうか<笑><笑>、まあ、じゃあまずあざみんねっちょりうまみうま、1うまみん2わかんにゃいこのわかんにゃいっていうのは 3熱中でも入れとくか4プラッシャーかんないっていうのはあずみん発動した時に出る分からなかった時に使うとぼけ文句ですあずみんわかんないって言ったら何でも許されるあずみんわかんない わかんない時に一つ技ですあずみわかんなともう一個21ちゃいあまだ21ちゃいになってないから20っちゃいあずみわかんない <laughs> やばいこんなこと言ってる20歳やばい絶対こう何かなーあバース掛け風も入りそうだねこの中に。 <laughs> なんとかしてくれるかなもう入れとことあとは何かあるっけセリフ系セリフ系あるかな これでいっか。じゃあこの6個で行きます。えー、2024年もアズミンに使って欲しいでしょうの。まずはノミネート作品です。ノミネート作品、ノミネート言葉1番うまみんにわかんない。3。え、ね、っちょり4。プラッシャー5。バースク棋譜岡田6。なんとかしてくれるかな？いいと思うの6個で。 じゃあ投票をしたいと思います。2024年もアズミンに使ってほしいでしょう。一うまみんうまみんはご飯食べて美味しかった時にうまみんっていうやつ。で二はわかんない時にわかんないっていうアズミンを発動させるやつで、三はこれはもう去年から実 <laughs> 証してるネッチリってこのネッチリウィンクが語源なのでね。 こういう長めのウィンクのことです。金ちょり。四 <laughs> のプラッシャーはもう使いたくないですけど <laughs> 2024、二千二十四年使ま使いたくないですけどまあプラッシャーも入れます。<laughs> で五はバースカキフオカダー。バースカキフオカダーこれもね引き続き二千二十四年も。 みんなの心に残るぐらい使う。使うかも。バースか教科だ。これはね自己紹介です。ベートーベンさんが考えてくださった自己紹介。関西バージョンの自己紹介です。バースか恐怖岡田内広島じゃけんっていう自己紹介です。関西バージョンで6番のなんとかしてくれるかな。いいと思うが、これが今やってるニューエブプロジェクトの活動。 の中でできたネタというか <laughs>、タモリさん風にあの誘いを持ちかけるっていう。いいとも風にやるっていうネタの一つですね。タモリさん風に。の6個です。2024年もアズミンに使ってほしいでしょう。受賞作品。じゃああと10秒10987。10 9 8 7 六、五、四、三、二、一、カン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 カーン。おー 3. 3位がブラッシャー4位がネッチョリー5位がバーズかけ風ですねあれタモリさんが1票も入ってない <laughs> タモリさん1票も入ってなかった <laughs> え一？1? えみんなの結果と違う嘘え待ってなくなっちゃった 一位。え <laughs> あれ、私も何見たの。え、どうやって見たの、え、待って、消えちゃったんだけど、画面。え、待って。私今、何見たの。一個前のやつ見ちゃったってこと。じゃけん、六がなかったんだ。誰もタモリさんにいれなかったんだと思ったら。え、待って。結果、消えちゃったじゃん、ん私見れずに。え、私、なんで。 わかんない。<laughs> なんでこうなったのかわかんない。あずみわかんない。うまみが一位だった。あ本当？待って。えちょっとな,なんでその結果見れなかったんだろう私。一個前のやつ見ちゃったのかな。わ <laughs> かんない。<laughs> そんなことある <laughs>。 ここんなことあるえじゃあ結局うまみんかえなんかすごいまさかの結果になっちゃった <laughs> えそうだからえわかんねえが勝ったと思ってうまみんうまみんじゃなくてわかんねえが勝ったと思ったらいや <laughs> うまみんにしますうまみんで。 投票結果うまみんだった。え、二位は、二位は何だった。覚えてないか、みんなに。二位まで。あ。二位が。二十五点一。二位が分かんない。二位分かんない、みんな。みんなも分かんないの。あ、分かんないが二番だったんだ。 あ、一二三四五六の順番だったの？あ、一二三五四六か、一二三五四六。えー、なんだっけ？一二三五四六って。あ、一二三五四六ね。あ、なるほどね。じゃあ、ちょっとなんか最後。閉 <laughs> まらないですね、アズミンの流行語大賞 じゃあ2024年、マズミに使ってほしいでしょうはうまみんうまみんに決定しまーす <laughs> うまみん !2024 年、マズミに使ってほしいでしょうはうまみんうまみん うまみんしっかり使いますあずみんいや2024年こそはちょっとうまみん対象を取れるようにしっかりうののところでうまみん使ってうまみんキャラになりますうまみんキャラうまみんえでも割とね使ってるんですよ割と <laughs> ご飯食べるお仕事の時にうまみんってやるようにしてるけどや日常から使おうかな <laughs> 日常ご飯食べたら絶対うまみんっていうようにしようかなそんぐらいしたらプライベートでも使い続けてたら食レポのお仕事をめっちゃく舞,い舞い込んでくるかなあすみんのうまみんが聞きたいですないか <laughs> えでもうまみんってやったら2.5期にはそうまたうまみん使ってるって言われる <laughs> いや私何やっても。 またやってるまたやってるって言われるんですよあずみんの持ちネタなのにうまみんでもサンキちゃんの前でやってないなうまみんうまみん使おうめっちゃうまみん <laughs> このポーズが大事うまみんちょっとダサいけど 親指立ててうまみんですじゃあ2024年も思いっきりしっかり使っていこうと思いますうまみん <laughs> ということでじゃあおさらいしましょうかあずみん2023年のあずみん流行語大賞おさらいじゃんあずみん流行語大賞2023年大賞はあざみんです これはもうね、皆さん納得のアザミン。皆さん納得のアザミンでした、大賞。やっぱりね、私もアザミンって言葉が印象深いし、周りにもたくさん言われた、もうアザミンがあだ名なんじゃないのレベルで言われた1年だったので、これはもう文句なしの大賞ということで、続きまして、じゃーん。脳内に焼き付いて離れないでしょうは、あざと自己紹介。 俺たちの天使です <laughs> これ全部読み上げうかせーのって言ったらねえねえ俺たちの天使って言ってくださいあれ全然聞こえないぞもっと大きな声でキュルルルンあずみん天使前よりてきちゃったえへ <laughs> です <laughs> 口のあざと自己紹介が脳内に焼き付いた誰だらないでしょう受賞しましたこれはリクエストアーマーでやった そうですねクマが自己紹介です <laughs> ええへ大事そ始まりそしてじゃん2024年もあずみんに使ってほしいでしょうはうまみんうまみんです <laughs> うまみんじゃあ副賞副賞ぐらいにわかんないわかんないは副賞ぐらいで2024年、ね、も遊びに使ってほしいでしょう副賞わかんいもうい、ね、やっぱ今さっき奇跡という名の事件が起きたのでわ <laughs> かんない事件が起きたので対象はうまみん,かん使ってほしいでしょう対象はうまみんだけど副賞あたりで。 わかんない。もうちょっとノミネートしようと思います。わかんない。もうノミネートで。<laughs> やばい。<laughs> ご飯食べてうまみん？でも味はわかんない。<laughs> やばいやばい。<laughs> どんな食レポ？<laughs> もう一生呼ばれんそんな食レポ。な <laughs> めてますよそんなうまみん。 でも味は分かんない <laughs> <laughs> やばいやばいいやつながらんつながらん食レポ来なくなりな <laughs> あたい一生呼んでもらえないですよそんな食レポしたら <laughs> <laughs> 仕事減っちゃう <laughs> いや かわ,いくないかわいいでも許される事件じゃないですっカメラが突撃してくるか。もしれん <laughs> ということで「えー、2023年あずみん流行語大賞」でした。ありがとうございました。 私も思思いいい返せばとととてもとてもも濃い1年だったなと思いますねやっぱりね出来事の面でもツアーもあったり昇格企画も始まってニューウェブプロジェクトも始まって「僕の太陽声」も始まったりリクエストアワーもあったりあのあれですねなんだっけなあの歌唱力の決定戦歌唱力決定戦も出て。 初めて出演出場したり出来事的にもいろいろあったし思い返してみるとあずみんあざみんとかんプラッシャーとかうまみんとかそういうなんかそういう面でも濃い一年だったしキャラクター面でも濃い一年だったし。 20歳にもなったし2023年は20歳になって前撮りしたりねみんなに着物の姿とかドレス姿写真越しでみんなに見せれたしそうだねお姉ちゃんと二人暮らしも始めたし思い返すと本当にいっぱいてんこ盛りのつな年でしたね2023年も楽しかったですいろんなことがあって。 確かに免許も取ったしね免許も取ったんよそうだよ後輩もできたし後輩もできたし来年はこれ以上恋一年にしたいです <laughs> 来年はねこれ以上もっともっと恋みんなと過ごす恋一年にもしたいし来年はまずは3月までに昇格して 選抜にも入るっていう目標も叶えたいですし来年中に昇格選抜入れるようにあすみも頑張りますので皆さんのねあのお力もねその分借りることもたくさんあると思うんですけど今回の昇格企画とかも皆さんに投票しても投票じゃないわあの登録してもらって1万人達成できたら昇格なので本当にね みんなのお力をこれからもねたくさんたくさん貸してもらう場面が2024年ももしかしたらあるかもしれませんが2024年もあずみんと一緒にテクテク横をずっとずっと歩いてくれたら嬉しいですお互いにね支え合いながら私もみんなの毎日が楽しくなるように支えてあげれるように キキラキラアイドルアイドルあずみん輝こうと思いますので右手貸して貸して貸してくださいうん頑張りましょうみんなでね頑張りつつも楽しい一年にしたいですね2024年いっぱいあとみんなに会えたらいいな1月から結構みんなに会えるので公演とかもあったりお話し会もあるし1月は21歳のお話し会もあるし みんなが作ってくれた構えもありがとうございます本当にリアルあるしねあコウジさん結婚してありがとうキャラドさん結婚してありがとうあるしよろしくお願いしますもっともっと飛躍していけるようにあずみん頑張ります頑張るぞ <laughs> それでは来年の 2024年のアずみン流行語大賞でをまた楽しみに <laughs> 流行語大賞楽しみにまた来年の流行語大賞もねうんすごい語録であふれ溢れているような気がします <laughs>。何もさ意識してなくてもこんな語録であふれるのすごいですよね1年の中でこんなにこんなになんか。 新しい言葉が生まれるのすごいよ。改めて決済大事決済も大事明日までです決済。神戸のマーチさん結婚してありがとう。浩二さん結婚してありがとう。シミコーさん結婚してありがとう。ケンゼチさんファイトありがとう。コウタさんハートありがとう。ケイさん結婚してありがとう。 ひーちゃんハートありがとうリア君んハートありがとうりおさん結婚してありがとう今井ききさんハートありがとう主さん結婚してありがとうにさん花火ありがとうだ玉さん結婚してありがとうしんごさん結婚してありがとうとちゃまゆさん結婚してありがとうこんばんはみかんやさん 花の銀なん <laughs> だっけこれありがとうなませちょっと花の銀紙こんばんはねまた来年の流行語体操で <laughs> お会いしましょうガマナポパさん結婚してありがとうマーキケル結婚してありがとうあお決済今日したありがとうね決済もう忘れなくです N w P の配信も お忘れなくてお忘れなくっていうか絶対にお願いします NWP ニュープロジェクトの配信の YouTube チャンネルの登録も皆さんお願いします5400いった今今何歩かなゆづきちゃん結婚してありがとうゆゆきちゃん花吹ありがとうあずみ YouTube 配信ちゃんと見たよありがとう嬉しい す早速グーありがとう高橋ハートありがとうよろしくね来年も 5410? すごいちょっとずつ増えている今ね「アキネーターゲーム」っていう新しいショート動画も上がったりしてて5410だ 5,500いきたいなと思ってたけどうーん90人は無理か <laughs> 明日一日で5千0 0でも5,500近くまでは年内で突破できていうかその5,500ぐらいまではいけたのでよかったよかったねえやっぱり生配信したら増えるねお願いしますお願いします YouTube のチャンネル登録もお願いします皆さんあと明日がお話し会の決済明日までなので決済もお忘れなくですよしじゃあ壇上を読みたいと思います13位シミコうさんありがとう12位りょうじさんありがとう11位ん十七さんありがとう10位めおこうちゃんありがとう9位マーケルありがとう8位しさんありがとう 7位ディオさんありがとう6位コウジさんありがとう5位ケイセティンさんありがとう4位熊野パパさんありがとう3位プータさんありがとう2位もりもりさんありがとうそして1位はゆずチさんありがとうございましたありがとね旅行ご大賞じゃ明日は 明日は年越し配信かな年越し配信明日するので一緒に一緒にあれしましょう年越しハッピーニューイヤーハッピーニューイヤー何時ぐらいから配信しよっかな11時過ぎぐらいから配信始めてみんなで年越しここの配信のルームで年越しをしようと思うので年越し配信会いに来てください。 年をまたぐみんなと楽しみもう明日年越しって感じ全然しないんだけど2023終わっちゃう感じがしないけど2023ラストの一日明日楽しく過ごしてねみんな2023ラストじゃあねーーあずみんで終わりますせーのって言ったらねーーあずみんって言ってくださいいきますせーの なーにー。ありがとうございました。おやすみー。バイバイ。また明日ね。